始めてください。カッション面と決勝戦になります。ワンピー側サドゥジョに投げファースト、チョナリザッパのチーム、先方チョナリザッパ対する 2P 側 FB ポジョムキン小1位の、舞台生きとせん最前列でチップのチーム、先方舞台生きとせん最前列でチップのチップザッパ。先方戦がザッパ対チップ。待て、中にやろうじゃないのか。さあ開幕転移で裏に回って、まずターンを取っていくのはちょっとな長いんでサミットチップと言います。FB ガンマ飛んで着地に投げてるのはチップ。バックス回避、バースは青、逃がさない、ついてるのは幽霊。これはピーソノですね。ピーソノで三角飛びを消してますね。画面端チップが固まる、三角飛びジャンハイで中央逃げてラストガード、ベータは裏側から潰していく。そして犬がつく、2回冷ませると転移で逃げて手裏剣で消える。そして剣がつく、再び三角飛びで中央からザッパがなかなか手が出せない。突進絡めて飛んでかわして三角飛び、画面端が入れ替わる、右刺して青から2回目入らないが受け身があり、まだ1割あるチップ、1割というかドット数ドット、剣道飛んで着地金安取ってジャンディで落として、コパン暴れをガードしてダッシュムカデ一本選手、チョナリザッパ。ウーダージャンハイカード、ムカデはさあ中央に逃げてガンマ、ガンマ裏に回って手裏剣金エスを取っていく。さあ逃げからハイストラティング、青だったがムカデベータ透かしている。空投げ、三角飛びを空投げして FB ベータはとガードしてムカでダウン引き剥がし、これつくんだ黒いけど、金エスいく、直がしっかりしている。総裁してタッチ K 取っていくのはチップ、アルファ当たって KKKSS ハイダメージ取って、生まれたー先方戦勝ったのは超なりザッパー。おレベル高すぎだぞ、どうなってんだこれあ、はい、C バンダイ、設定の方変えました、大会設定から、のじあい設定に変えましたので、C 筐体どうぞ、のじあいの方お楽しみください。さあ 2P 側中堅に FAB ポチョムキン、 B 兄弟どちら勝ちましたか、 B 兄弟どちら勝ちましたか、向こう側のチームで何試合ですか、5試合で、はい、ありがとうございます。はい、で負けトーナメント勝ち上がりは、ボブさんのチームになります。そうですね、この試合で勝ったチームと、マーケットトーナメント勝ち上がりのボブさんチームで、決定戦を行いますのでよろしくお願いします。さあ、中堅に FAB ポジョムキン、ムカデ対空はガードしている、そして犬が出る、2K で消しているがその硬直、しかしダウンを打ちミス、ジャンペスから後ろ目がついているのは剣、スラヘでこかしてジャンペス、リバさん犬、しかしびっくりしている。
とりあえず離れて剣をつけて 2K カウンターから、この間合い、間合いと言っていいのかどうかすらもあれですが、昇竜拳、直がしのいでいくが体力差が割と激しい。 2S2 杯クーバス足払い飛ばない。しかし落ちます。シャーク、ポチョバス、前目が青からのポチョムキンバスター勝ったのは FAB ポチョムキン。そして中堅、ワンピガは中堅にスタート順に、B 筐体も、対価設定からのじゃい台に変えましたので、どうぞのじゃいを楽しみください。立ち配上段 PKD 円滑切りかけてバスト、ジャンハイ裏ガードバースト、青はガードして、さあ徹底してポジバス前に入らない、離してスラバくらい逃げ、ハンマーからダメージを取りに行く。これでほぼイーブン。円安ジャークが出ない。キラーからどっか行った、足払いディバインにスラバ取るんだ。それ 6P は地上ガード、ディバインカウンターだったが飛んでいる。体力リードはジョニー、ダッシュに行け。一本選手サートゥージョニー空投げ、沿線が画面端を追い詰めて受け身狩り、空投げ、立ち系ミストから6杯コイン上コイン、お互い空中でもつれ合ってスラヘジャンプ SP。 さあ画面端円安差し返すが、ここで中央に逃げるジョニーがポチョムキンのターン、立ち配、そしてハンマー青、スラヘバック世界比、ジャックハンド立ち系立ち配レベル2下段、コインに当たって前へ投げ通す、キラーハイ D レベル3上段切りかけてミスト、まだ残るポチョが硬い。さあどうするか、スラバジョジョブレー勝ったのはサドジョニー。スーピーガー大将小一の、ジョニーの、さあ開幕ジャンピーカウンターからダメージを取っていくのは小一の、中段下段ガード横蹴み、青からのテイクダッシュ、ジャンプピックルタイク、中央に逃げるが逃がしていない。バースト、あ、そうですね、2段2回空中ダッシュができるんで、イノの機動力も相当上がってます。 FB 音符が当たって一本選手小一の下段はホーバーでかわしてきた。ジャンペスが入らない。一旦お互い仕切り直して突っ込んできてジョニーが重たい。 6K SS 沿線が上段で消している。エース、はい、テイクダッシュ、縦蹴み、立ち、はい、横蹴み、青から画面端まで持ってって下段、立ち、はい、ダウン落ち、エース、遠線画が出ないか、最後は空投げ、大将、粘る小一の、そして大将戦、投げファウスト対小一の。
大将戦ファウスト対イノ、スラバー連続スラバー取っていく、音符音符 6P 届いている、クー投げ、これはバックスに引っかかったか、ジャンハイ縦ケミ金 S ダウン位置からイノのターンが続く、たまらずバースト中段ガード、デッドアングルで堅実に切り返して立ち K テイクダッシュに合わせていく、さて下段ガードドリル演出で落ちている、中段暴れ潰し限界、そうもう訳がわからない、一本選手こいつよ、クー投げ、どんなところクー投げ、バックスで引っ掛けるがジャンディカウンター、装填鼻起こしてゴーイングにバスト6敗、さあ隕石をかわしているが画面端コンボを入れてるのはファウスト、空中に逃げていき鉄アレイと音符が総裁、画面端下段ガード、デッドアングルがスカっている、 S ハイ狂言バスは青逃がさない、なんとか逃げていくがダスト KPKPKKS ハイまだ残る、 D 狂言空が青い、 FB 音符から固めていく、体力リーダーファウストだがサードする、下段ガード AS 使って、もっと頑張ってくれる、勝ったのはコイチーノ、はいはい、じゃあ決勝ですんだよね、じゃあ決勝戦呼び出しをいたします。負けトーナメントを勝ち上がりました、ボブクリフ BLE アクセル AGF アンジチームと今勝ちました、FAB 場所向きに小1位の舞台一騎当選最前列へチップのチーム決勝戦になりますので、こちらの方までお願いします。なんという、頑張ってください決勝戦です。大丈夫？いけるだろう。あ、いけるか？切っとこう。一応切っとこう。